さあ仙台と柏開幕ゲームを迎えました。仙台のホーム岩手キックスタジアム仙台での開幕ゲームとなりました。前半の10分です。先に決定的なチャンスを迎えたのは柏レイソル。このクリスティアーノのシュートを大岩ブロックしました。これ決まってたらちょっと分かんなかったです ね、 今日の試合はね、そしてこのフリーキッククリスティアーノ、怖いですね一発っていうのは。前半の主導権流れを握っていたのは柏ということだったんですけれども ね、 チャンスありましたよね、柏の方はね。そうですね。さあそしてスコアレスで迎えた0対0の後半ですが、8分です。このスローインからの高さ、これはまた一つ大きな武器になりますね。武器になりますね、やっぱクロスも良かったですよね。はい、まあ、この先制ゴール、まあ、新加入ですのでホームのサポーターの前で挨拶代わりの一発ということになりました。そうですね、入り方も良かったですね。ですね。まあ、当然ね守備の方も安定感がありますし、はい、ビルドアップでも軸になりますし、はい、本当にこの若くていい選手が加入したというような印象になりました。そしてフリーキック、これも松田左足得意の足でシュートを放っていきましたが、ここは枠を捉えませんでしたが、もうちょっとですね。そうですね、まあ、日本代表この中村からもう1点をというね、形だったんですが、惜しくも追加点はならないという状況になりました。さあ柏ですが、なかなか後半は本当にリズムが丸く、ここね、そうですね、もったいなかったですね。イエローをもらうということが多くなって、そしてディフェンスの軸、この中山が退場。